ロイヤルオークの息子ボスコベルカンにて撮影映画のオークを失ったロイヤルオークの息子。現在は観光客の安全のために木製の柵が拡張されているロイヤルオークは新京都革命中の1651年当時のイングランドスコットランド皇太子チャールズが議会派の軍との戦いに敗れた後彼らから逃亡する際に隠れたオークの木に与えられた名前。 1660年の王政復興後、この木の逸話は大変有名となり、王権を象徴する獅子と一角獣に支えられた多くの木から王が顔を覗かせている図柄の陶器などが多く作られた。また、イギリス国内はもとより、アイルランド、カナダ、アメリカ合衆国、ニュージーランドなどに、ロイヤルオークという地名が存在する。イギリス海軍には、歴代8隻の軍艦に、 ロイヤルオークという名前が付けられている。1642年に始まった、イングランド・スコットランド・アイルランドの新京と革命は1649年に、ついに国王チャールズ一世の処刑に至った。この時、王子チャールズは亡命して、オランダにいたが、革命に反対するスコットランドが彼を王として、衰退したのに交応して、スコットランドに上陸し、 1651年1月1日に、退官式を行った。しかしその後潜入したイングランドで、オリバー・クロムウェル率いる、議会派軍にてひどい敗北を起死し、逃亡を余儀なくされた。チャールズは、王党派の残党と共にシュロップ・シャーヌ・ボスコベル艦に逃げ込んだ。館の主はカトリックだったため彼らをかくまったが、議会軍の戦技はその館にまで及んだため、チャールズは、 側近と共に大きな多くの木の枝の中に一晩隠れ、追っておやり過ごした。この木が後に、ロイヤルオークと言われるものである。その後フランスに亡命したチャールズは1660年に王政復興を果たすが、その際、自分の逃亡に力を貸した者たちに、死死孫孫まで与えられる年金を与えたり、王冠と多くの木を組み合わせた紋章の使用を、許すなどしてその忠誠に報いたという。 また、1679年には、エドモンド・ハレーによって、この木をモチーフにした星座が制定されている。ボスコベルカンに現在存在する樹齢200から300年の多くの木は、当時のロイヤル・オークではなく、その子孫と考えられていて、ロイヤル・オークの息子と呼ばれている。オリジナルのロイヤル・オークは17世紀から18世紀に、旅行者がお土産として、 枝を切るなどしたため枯れてしまったと言われている。このロイヤルオークの息子は2000年の嵐で多くの枝を失い大きなダメージを受けた。翌2001年になってチャールズ皇太子の手でその横にもう一本のオークの苗が植えられることとなった。それはロイヤルオークの息子のどんぐりから育ったものでまさしくロイヤルオークの孫というべきものである。ありがとうございます。